こんにちは、ナビカズです。本日も動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。このナビカズチャンネルではライフスタイル、ヘアスタイル、ファッション、その3つを軸に皆様のお役に立てるようないい情報を毎日アップしていっている、そんなチャンネルでございます。本日この動画は前回のオーラリーの2020秋冬のルックトップ3に引き続きニードルズの秋冬トップ3のルックを見ていきたいと思います。それでは早速やっていこう。はい、それではね、今回ねニードルズの秋冬2020の AW を見ながら、まあ、ゆるくね語っていくっていうラジオ感覚の動画になっております。はい、春夏にかけてやはりね服を買う機会少なくなってきていると思うんですけども、やはりね希望は捨てたくないということで、秋冬に狙うアイテム一緒に見ていきたいと思います。前置きが長いとね飽きてしまう方多いと思うので、早速ルックの方を見ながら話していきたいと思います。それではゴー。今回はニードルズですね、やっていきましょう。ニードルズ 2020AW ルック見ていきたいと思います。さて、今回ニードルズこのようなルックでございます。ここ最近のニードルズのルックはもうね、背景がめちゃくちゃかっこいい。今回ネオトラということでね、ネオトラとこのような感じでね、割と柄物だったりとか少しこうサイケデリックな柄、あとはファー使い、かなり派手なアイテムが 2020AW は多いなという印象でございました。ではね、こちらをゆるく語りながらそのトップ3決めていきたいと思います。それでは見ていこう。まずはこちら、まあ、これ今回のね秋冬のもう一番トップのルックになるやつですよね。髪型かっこいいんですよね、ニードルズのルックは。どんどんいきたいと思います。はい、セットアップに花柄シャツで、今回からなんかタートルネックをね中に合わせて、少しこうクラシックな印象での合わせが多く見られています。まあ、ただね、やっぱりこの靴がヒョウ柄だったりとか、シャツが花柄であったりとか、かなりポイントはやっぱりこうインパクトありますよね。続いてこちら、今回春夏でねパイソン柄のベージュグリーンのトラックパンツ手に入れることができなかったんで、このパイソン柄いいっすよね。はい、トラックパンツもこちらは、これは素材がこう秋冬のモデルはちょっと違うのが出てきますね。ブラウンにちょっとこうライトグリーンというか黄緑色のラインがいいですね。タートルネック合わせが多いな、これかっこいいですね。ちょっと背景の色とね、この本当にもうルックがめちゃくちゃかっこいい、素晴らしい。はい、このねチェック柄のシャツにサイケデリックなこう色味のシャツと、結構この靴もねインパクトありますね。うん、これね可愛いですね。こんな女性と付き合いたい、まあ、そんなことは置いといて、このファーってやっぱいいですね。これなかなか男性着るの難しいと思うんですけどね、なんかあれみたいだな、この最低な世界の終わりのアリッサみたいなね感じでございます。あ、渋くてかっこいいですね。レザーのトラックパンツ、トラックジャケット、このブルゾンはこれもなんか柄物、ヘビ柄みたいな感じでかっこいい。この中でもね、これもいいっすね。確か前期でも出てたこのウエスタンシャツみたいのもかっこいいっすね。メンズでも出るかな。チェックパンツもこれいいな。この女性のルックいいですね、かっこいいですね。今回レディースのルックかっこいいな。もう背景がこれ日本じゃないよね、これ絶対どこで撮ってるんでしょうね。このブルゾンもすごいな、ちょっと素材感がキルティング素材をミックスさせたような。トラックパンツ、これカーキが出ますね。カーキにベージュ、持ってるやつが出るのかな。はい、ターコイズブル、
これはなんかセットアップがなんかつなぎのような、いいですね。ややルーズシルエットですね。これもかっこいい。これはレディースかな。これまたすごいですね。うん、このモデルさんの髪型がおしゃれ。ショートマッシュ。これはセットアップではないのかな。ちょっと柄が違いますね。白タートルが結構多いですね。白タートル買おうかな。これもかっこいい。いいですね。なかなかパンチの効いたデザイン。このウエスタンシャツかわいいですね。グリーン。今回トラックパンツもまたちょっと色味が、これ何色だろう、ネイビーかな、ピンクライン。トラックパンツもまたもう一着ぐらい欲しいですね。はい、温かみのある可愛らしいニット、こんな感じ、こんな感じです。このセットアップはなかなか強烈ですね。これ合わせるのは難しそう。上級者向けネオトラットって感じですね。やっぱこのなんか落ち着いたブラウンのいいですよね。かっこいいですね。ま、これはね、これ着て外歩きたいですね、本当はね。このもうただものじゃなさが半端ない。これ似合う人はすごいいいな、イケてます。パンツもなんか独特なカーゴパンツのような、今まで見たことないようなシルエット、トロエントープ。はい、セットアップ、シックなセットアップですね。ヒョウ柄のなんか可愛いですね。女の子でヒョウ柄のジャケット着てるのって可愛いですね。ヒョウ柄、ヒョウ柄、なるほど、これいいですね。かっこいい。レディースだけどメンズでも出るのかな。あ、これはもうね、着たいですね。これすごい、これマジですごい。この柄、何柄なんだろう。なんかもうちょっとこの柄あれですね、なんかブリーチのアランカルみたいな感じの柄がね入っておりますが、お花、花柄ですね、多分花かな。強烈、結構秋冬はかなり攻めたセットアップのアイテム多いですね。これもなかなかです。すごい攻め、うん、うん、なるほど。いや、なんかトップスのジャージをスカートと合わせるっていうのも可愛いですね。すごい髪型がねイケておりますね。この髪型はなかなかすごいですよ。なるほど、ネオトラというところで、これで終わりと。終わりました、今回ね全体的に見た感想としては、レディースのアイテムがかっこいいの多かったので、レディースのアイテムでメンズでも出るものがあるかなといったところで、じゃあ早速ねベストトップ3発表したいと思います。まあ、今回結構派手なアイテム多かったので、なかなか難しいところでもあったんですけれども、個人並数的個人的見解によるトップ3の発表です。まずトップ3から。いや難しいなこれ、トップ3めちゃくちゃむずいぞ、決めきれませんが、ルック的なもので見るとですからね、アイテムというよりはトップ3はこちらで、れん、はい、こちらでございます。まあ、こちらレディースなんですけども、これがねつなぎなのかセットアップなのかなんですが、このインナーで着てるこのねパンツのシルエットとトップスのセットの感じがすごいかっこいいなと思いました。何柄なんだろうな、ちょっとドット柄というか
これがねベスト3というトップ3ということでね、合わせもなんかいいですね。こうパープル、薄いパープルと、ブラック、あとはブラウンのね合わせ、インナーもブラウン、ベージュブラウンみたいなの合わせていてシックな装いで、まあ、今回派手な、かなりねデザイン効いてるもの多い中でもまとまりがあるような感じでございます。はい、ではねトップ2、いやー今回非常にねもう難しいですね、トップ2を決めるのは。トップ2のルック、むず、はい、ではねトップ2はこちら、こちらのド派手なパーコートのルックになります。まあ、これはもうこれあれこれあれかな、インナーもしかしてつなぎ、はい、ということでね、トップ2こちらですが、さっき気づかなかったんですが、これもしかしたらインナーがつなぎかもしれませんね。このカーキの全部つながってて、インナーをタートル、白タートルで合わせて、パーのね、豪華なブルーコートで合わせているという。かっこいいですね、これね。めっちゃかっこいい。まあ、しかし、このコートをね、これ、着れる人がこの世に何人いるのかっていうところなんで、きっと世界に5人ぐらいしかこれをかっこよく着れる人いないと思うんですけれども、まあ、このカーキで中を合わせてるっていうのもすごいかっこいいですね。あと髪型がこのねかっこいいベリーショート、これぐらいしたいですね。はい、という感じでベスト2はこちらでした。ではベストトップ1、今回のニードルズ秋冬トップ1はこちら。でーれん、はい、この中でも個人的に一番いいなと思ったのはこちらでございます。このレディースのルックですね。ちょっと赤いクラシックな、ね、ウエスタンシャツで合わせて、トラッドなパンツで合わせたこちらのスタイルがすごいね個人的にはかっこいいなと思いました。ウエスタンシャツも多分これ色がねレッドと他にも何種類か出るとは思うので、秋冬今回の中で気になったのはこのシャツとか、こういうねちょっとブラッ、少しトラッドな感じのパンツがいいかなと。カラーとかも結構トラッドな感じでしたけどね、まあ、ネオトラということで、まあ、でも今回ちょっと何を買うかっていう部分ではね難しいですね。非常にどれもなかなか一点一点パンチの効いたアイテムが多かったので、まあ、ちょっとアイテム見てみないと何とも言えないところですが、このでもこれ、あ、さっきのこのねトップ3のこれかっこいいな。これ欲しいアイテム的にはこの時のこのインナーで着てるチェックのドットのこのシャツとブルボトムは良かったですね。はい、まあ、ちょっと欲しいアイテム、買うアイテムはこれねちょっとアイテム見てみないと何とも言えないので、まあ、今回ちょっとベスト3ということでね、ルックベスト3でした。はい、まあ今回もなかなか派手に見せてくれるそんなニードルズでございました。お疲れ様でございました。はい、ではいかがだったでしょうか。本日は2020秋冬のニードルズのベストルックトップ3ということでね発表させていただきました。まあ、こういったね秋冬のトレンドだったりとか秋冬のルックを見ながらただただ緩くね語るという、皆様といい情報をシェアできればと思っております。引き続きファッション関係の2020秋冬気になるアイテム特集はまだ何個かちょっとやっていきたいと思いますので、ぜひ興味ある方はチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。それはウーリーベッテルチ。